アインシュタインとシラードの冷蔵庫では、1920年代、ドイツで、物理学者、アルベルト・アインシュタインと物理学者、レオ・シラードが公安し特許申請した3種類の、形式の冷蔵庫について述べる。電気式の冷蔵庫は当時普及し始めたものの、有毒な冷媒を用いていたために死亡事故を引き起こしていた。アインシュタインとシラードの冷蔵庫では、 稼働部分をなくすことで冷媒が漏れる心配をなくすことを目指していた。それぞれの形式でプロトタイプが作成されたものの、いくつかの技術的問題やドイツの経済状況のためにいずれも商品化されることはなかった。1920年代半ば、ベルリン郊外ダーレムのカイザービルヘルム物理学研究所にいたアインシュタインは、週に一度家に 同僚研究者や学生を招き議論することを楽しんでいた。こうした集まりに足しげく通ったシラードはアインシュタインにより19歳若かった者の,の互いに着替え一時は毎日のように顔を合わせあらゆることに遠慮のないもの者家で議論を戦わせていた。こうした中両者は冷蔵庫の冷媒の漏出により一家が死亡したという新聞記事を読んだ。当時の冷媒は クロロメタン、アンモニア、あるいは二酸化用を用いており、いずれも漏れれば、人に深刻な害を及ぼした。可動部分をなくしガスケットやシール材のような破損の危険のある部品が必要ない冷蔵庫がこれを解決すると考えた二人は、そうした可能な物理的、科学的な仕組みを様々に暗出し出した。多くのアイデアの中で、 最終的にそれぞれ物理的メカニズムの異なる3種類の形式に対して1926年初頭以降、相次いで特許申請がなされた。アインシュタインはスイスの特許庁でのキングの経験を活かして、複数の国への特許の出願書類を作成し、2人の連名で異なる3形式に対して45件の特許を取得した。発明の大半はシラードによって提案され、 アインシュタインは相談と特許出願に関連する書類の作成を手伝った。これら三種のうち、一つは数年前にすでに実用化されていたガス吸収式冷蔵庫と同一のアイデアに基づくものでその改良だった。二つ目は水圧をかけた水の噴出により減圧部を作り出しタンク内の少量のメタノールを蒸発させるというものだった。最後のものは パイプ内の液体金属を電磁誘導で循環させる液体金属ポンプのアイデアだった。コニ2社はそれまでに知られていた、どの形式とも全く異なるものだった。3種の冷蔵庫はそれぞれ実用化に向けた努力が行われた。アインシュタインとシラードはプロトタイプ製作のためのエンジニアとしてハンガリー生まれでシラードの友人であったアルベルトコロギの協力を仰ぐとともに、 作成を受け負ってくれそうな企業にコンタクトを続けた。ガス冷蔵庫に関しては、コロディがシャルロッテンブルク工科大学でプロトタイプを作成して動作を実証し、1927年にもともとガス冷蔵庫を作成していたスウェーデンのエレクトロラックス社の子会社がこの特許を3150マルクで買い取った。しかしエレクトロラックスがこの特許を用いた 冷蔵庫を作成することはなかった。水の紛失を用いたタイプは、ハンブルクのチトゲル社と提携することができた。このタイプは小規模な冷却に向いていたが、構造が単純であり、水道管の水の圧力とわずかずつのメタノールだけが、必要で電力等は、不要だった。1928年に、チトゲル社で、プロトタイプが稼働したが、予想より、 メタノールの価格が高くつくことが判明した上、水道管では必要とされる水の圧力を確保できなかったため商品化は見送られた。アインシュタインシラードの液体金属電磁ポンプの模式図。環状のチャネル内に液体金属を詰め周囲を囲むコイルに位相をずらした交流を流すことで誘導事情と誘導電流を発生させる。これらが作り出すローレンツ力により、 液体金属は一方向に流動する。現在、この電磁ポンプの形状はアリップと呼ばれる。冷蔵庫では押し出された液体金属がインジェクターにより気化した冷媒を再圧縮する。最も実用化に近づいたものは液体金属ポンプを用いた冷蔵庫だった。循環する液体金属を冷媒に作用させて圧縮することで、 機械的な可動部なしに従来と同じ冷蔵庫ができるはずだった。当初は液体金属に直接電流を流し、それに垂直な磁場をかけて、それら両者に垂直なローレンツ力で流動させるという形式だった。しかし液体金属として水銀を用いると電気伝導率が低く効率が悪かった。代わりにナトリウムカリウム合金が使用されたが、これは反応性が 極めて高く大気や水と接触すると火災や爆発を起こす危険性があったばかりか電流を流すための電極の絶縁剤も腐食させた。システムは完全に密閉されねばならず直接電流を加えず外部のコイルから誘導によって電流を流す形式に変更された。試算により従来のポンプに比べて非常に効率が悪いことが判明したが、それでも 作成の意味はあると考えられた。1928年にアイグ社がこのポンプを用いた冷蔵庫の試作を始めた。コロディがアイグに雇用され、シラードが顧問となった。アインシュタインも製作の各段階ごとにアイグを訪れプロトタイプをチェックするとともに、コロディを10回以上に渡り家に招き報告を受けた。 しかし1930年になると世界恐慌がドイツにも波及するとともにナチスがおよそ20%の得票を得て躍進しドイツの経済的、政治的状況に黒雲が垂れ込め始めた。この頃シラードはヨーロッパで我々の冷蔵庫を作り上げることが可能かわからないとアインシュタインに書き送った。アイグで制作されたプロトタイプは 小さな気泡の発生により極めて大きなノイズを発生し、それを見た物理学者デニス・ガボールがジャッカルのような遠吠えだというほどだった。多くの調整の組み合わせでこのノイズは許容可能な程度にまで低減され、プロトタイプは1931年に連続運転が可能となった。電力効率向上のため、プロトタイプは液体金属を加熱した液体ナトリウムに変えて、 研究が続けられた。しかしその前年、直接には人体に無害なフロンが霊媒として使用できることがアメリカで実証されていた。加えて市場の冷え込みとアイグの業績悪化により、結局1932年に開発は打ち切られた。1933年にナチスが政権を握り、アインシュタイン、シラードともにドイツを逃れた。シラードは、 亡命先のイギリスやアメリカでもこの液体金属ポンプの冷蔵庫を実用化しようとしたが、叶なわなかった。1950年代になって、アインシュタイン・シラードの液体金属ポンプは、やはり、シラードのアイデアを元ととした実験的増殖炉の冷却剤を循環させる方法として利用されることになった。アインシュタインとシラードの特許書類注釈譜の特許図面、アインシュタインの冷蔵庫は、 ギサンメチルや二酸化カウのような小さい部屋に漏れ出した場合、高濃度で毒性のある有害な化学物質を冷媒として使用していた初期の冷蔵装置を置き換える目的で設計された。これは GE 製のモニタートップである。アインシュタインとシラードの発明による冷蔵庫の内ガス吸収式のものは可動部品を有せず一定の圧力で運転し、 なおかつ運転には熱源のみを必要とする吸収式、冷蔵庫である。1926年にアインシュタインとシラードの共同で発明され、1930年11月11日にが取得された。これは1922年のスウェーデンの発明家である、バルツァーフォンプラテントカール・ムンタースによる元の発明の代替設計である。機械は単一圧力吸収式冷蔵庫で、 ガス吸収式冷蔵庫の設計に似ている。冷凍サイクルには、等圧流体として、アンモニア、冷媒として、ブタン、吸収流体として、水が使用され、可動部品はなく、運転に、電気は不要で小型のガスバーナーや、電熱器や太陽熱のような熱源のみが必要だった。アインシュタインの冷蔵庫が、標準的な流体で作動する場合において、水循環系を、 アンモニアポンプとして、アンモニア循環系をブタンをポンプとして機能する。アンモニアは水に容易に溶け、溶解度は水温の上昇とともに急激に低下するので、アンモニアと水を分離することができる。ブタンは、沸点が低く、実質的に水に溶けないので、冷媒に適しているので選択された。従来の冷蔵庫において、低温ガーの冷媒の蒸発温度は、圧力、 prfr に依存する。蒸発時に気化熱を奪い蒸気は圧縮機へ流れる。アインシュタインの冷蔵庫では、冷媒は液体から分圧、prfr で蒸発して、アンモニア蒸気の流れと混合して、総圧力はシステムの圧力に近づく prfr、パムイコールサイズ混合儀はポンプを介さずに、アンモニアの吸収器へ流れる。 従来の冷蔵庫の高温側では圧縮によって冷媒蒸気の圧力を高めることで比較的高温での凝縮を可能にする。アインシュタインの冷蔵庫での高熱側では同じ結果を達成するためにアンモニア吸収剤が冷媒蒸気の分圧を上昇させる。吸収剤はアンモニアの蒸気を水に溶解させることによって機能する。 これが起きるように混合儀はほぼ一定の圧力サイズを維持するために流れ、結果として霊媒の分圧、PRFR はサイズに近づくことができる。このより高圧の分圧により、通常の冷蔵庫のように凝縮と外部の放熱器へ熱を伝えることができる。凝縮した冷媒は水には不要性で、ブタンの場合には容易に浮いて分離して蒸発器へ戻る。一方、 アンモニア水溶液は加熱され、アンモニアの蒸気が分離されて蒸発器へ送られる。これが作動原理である。実用的な実装ではこれらの液体と蒸気を接触させる手段として他の要素が含まれる。アインシュタインの冷蔵庫は騒音がなく安価に生産でき耐久性があると記述されている。ガス冷蔵庫は一酸化炭素中毒の危険性によって段階的に廃止されている。 1998年には、米国消費者製品安全委員会は、1990年に製品のリコールが開始されていたにもかかわらず、アメリカで20件、カナダで60件、一酸化炭素に関連した死亡事故が起きたと警告した。1957年前に作られた大部分のガス冷蔵庫では通気性がない。2008年9月オックスフォード大学の マルコム・マック・クロッシュの報告による都非電化地域で使用できるように剣道性を高めるための開発を3年計画で実施して彼のチームは試作機を完成した。彼は改良した設計と使用する機体の種類を変えることで設計の効率を4倍にできるかもしれないと語ったと伝えられた。ありがとうございます。